はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。いつも通りサッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーをやっていきましょう。はい、今回は2位ですね。メンソーレ那覇戦ということです。ここ最近でした。2連勝してますね。昨年10位なんですけどね、それが一気に2位に上がっております。やっぱりフラスコの守備っていうのは安定しますよね。一応3人しかバックはいないんですが、この確実な守備の前で止めて、攻撃転じるチームだっていうことが分かります。スタメン見ていきましょう。カナを入れます。ジャネットいいですね。モエが学びを彩香の代わりに、サチコをミオの代わりに入れましょう。プライスもいいですね。サツキの代わりに入れましょう。他は変えずに。こんな感じですね。はい、戦略です。まあ、このままでいいでしょう。さあ、これで試合開始です。相手の敵地ですね。さすがに勝率も相手の方が上回っております。那覇とトロピカルアリーナです。さあ、夜間の試合なのかな。スタンドにはサポータースタンドには多くのスポーターが詰めかけております。さあ、こちら側の先のキックオフですね。取り行きますが、窓から取られてしまう。七子の足が速い。横飛び、夏木。さあ、くるみ、はい。追いつくのが速い、扇。すごい、笠沼。あーと、完全に抜かれてしまった。あと、内山。入れられてしまった。先取点取られてしまいました。速攻がすごいな。とにかくこのゲームはスピードなのかなって思います。うー、悔しい。もうすぐに取っちゃいますよね。また笠沼。完全に出遅れております。おっと、反対サイドだ。これはうまい。コーナーキックになります。2点目。強い。ただそれだけ強い。力差があるな。あちゃー、なんかスタンドも心持ち客が減ってるような気がするんですけど、そういう機能がゲームにあるんでしょうかね。まだまだ力を貯める必要あります。ただですね、あまりに貯められないと予算の問題も今度ありますからね。取られてしまった。くるみちょっと大丈夫か。怪我してるかも。
2点返さないといけないのは大きなプレッシャーです。さあ取れ、ムーっとうまい、くるみセンタリングでいった、届かない、みゆき、さあくるみ飛び込めない、飛び込めません。さあ上草、ここはまなみナイスだが、あえて外に出す必要はなかったんじゃないかな。ヘイローが、このヘイロー早い、もう一度ヘイロー。さあここは夏希が取って防ぎます。そうそう選手交代早いな、もう彩香が、彩香変えましょう。さあ間のもう一応間のかな、前半終了です。ちょっとフォーメーション変えようかな、しかと言います、攻めていくようなフォーメーションにしておく必要があります。さあ大きく選手の位置が変わります。さあこれで横にしたら、おっと上草、あーっとヘイローまた抜かれてしまったが、ミスった、相手ミスってくれました。窓川を代わり緑を入れまして、どうかに美穂を入れます。これで交代枠を使い切った。さあ攻めていく側、反対サイド、幸子すぐにパスした。さあ大ピーチ、正面から抜けられたら本当にピーチだったんですけどね。カナ返します、早い展開、返す走力が落ちてます。これは外に出ました。さあ選手交代が待っております。ファールですね。さあとゴール前、ミハが取っていた。まあ収穫なら負けない、いんですよ。問題は何も入れない負けだったら。なのでこのカードを取るっていうのは大事ですね。さあ美穂が前面へ、オフサイドか、こんなゴール越し、ゴールラインより向こうに行ってたオフサイドとは。さあまた守備隊形を変更します。さあ抜けた幸子、大きなくるみ、これは入らない。
さあ緑からくるみへシュート、おー入った、1点差になった。もうちょっと早く入っていればな。くるみからこれをシュートへ入りました。さあこれで1点差になりましたね。奪い取れ、フラスコ、諸星、これは左に外れました。これで多分試合が終わるでしょうかね。試合終了ですね。1対2で負けました。前半10分ですね、いきなり速攻からヘイローのこぼれ球を、専用シュート、こぼれ球を内山に、決められてしまいます。3位、速攻は続きます。とにかくパスの回しが すごい速い、レベルが高いチームです。さあコーナーキックから内山が待っていました。そこにフラスコが蹴ったところを内山が、さあその後は比較なかなか両者点を取れない展開が続きます。後半4分には宮崎がシュートを打ったんですが右にそれました。これも絶対的なピンチ、ヘイロー高いんですよね。さあフリーキックなんですが、こういう緑がこれは惜しかった。モーシが直接シュートを打っていきます。ボールをあっさりとあえてしまってまた大ピンチ。なあ慎重に大胆にいけなかったのが引っかかるところです。そして本当後半終了直前なんですよ。2点差が1点差に、緑が様子を見ながらくるみに渡して、そのくるみがシュートギリギリ入りましたね。さあその後あまり動きがなく試合終了です。シュートホースも全然違い、ボール支配率も全然違いますからね。完敗です。6位の前ですね、まだ。最も、エルダード欧州とは4点差。筑波長浜とも5点差つきました。はい、選手の移籍期限が近づいてまいりました。というわけで今月中にお願いしますということですね。というわけで次は
キャピタル東京はかなり強敵になりますが、まあ頑張っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。